はい、えー。皆さん、こんにちは。ムンケンです。えっ、ー、と、今日はですね、えー、メルマー会員さんの N さんからですね、質問がありまして、ムンケンさんあの、YouTube で広告収入得たいっていうかね、あの、YouTube で広告、広告っていうかね、その、例えばゲームの配信とかして、で、お金を受け取るっていう一連の流れっていうのが全然イメージ湧かないんで教えてくださいみたいな質問されたんですけど、まあ簡単にね、 えー、紹介したいと思います。あの、最終的にはやっぱり自分でね、調べないとわからない部分あると思うんで、えー、っと、一応ね、流れだけ説明しますんで、あの、雰囲気つかむような感じでね、この動画見てくださいあ。じゃあね、簡単に言うと、最初、あのケツから言うとね、こう、まずね、自分の、私のページみたいなのがあるんですよ。この、えー、ダッシュボード、動画の管理とかね。 アナリスティックみたいな。こういった YouTube の自分のページがあるんで、これを作成して、ここにね、どんどん動画を乗っけると。で、動画載っけるだけじゃ広告費は入んないんで、これ例えばポチポチってありますよね。こっちポチポチって押して、この操作の、この収益化を、ここを押すだけで、えー、押すだけで、<laughs> ここのね、収益化対象っていうのがつくんですよ。収益化対象。ここがね、つかないのもあるんですよ。 えっと、全部一応ついてるかな。限定公開消してるからな。例えばこの、まあ、遠隔操作でボット動かしてみたみたいなやつ。これは、あの、収益化してないんですよ。あの、限定公開で、メルマガ会員さんだけとか、あとは、あの、ブログの埋め込みだけとか、で、広告載せないようにしてたら、例えばね、これもね、あの、灰色になってて収益化されていません。例えばこれをね、今クリックをしましたよね。で、操作で収益化って押しますよね。 でも、この辺、あの、プレビュー。まあ、オーバーレイとかいろいろあるんですよ。こう、上に出るか全体、あのー、全体に出るかみたいな。で、ここで収益化ってポチッと押すだけで、えー、っと、あれ収益化できませんでした。まあ、とりあえず、今、ここ、ハテナマーク、審査中って今なってると思うんですけど、こっちはね、普通に収益化対象、広告でね、えー、収入を得れるような感じになって、こっちは審査中なんですよ。で、審査中になって、 で次もう一回クリックするとね、えー、収益化対象っていう風になるんですよ。だからね、僕の場合結構あの、やっぱり何回もアップしてるんで、信用が一応あんのかなで、すぐなるみたいで、えっ、ー、と、えー、1日とは言わないですけどね、10分、20分かかる場合がね、最初ありましたね。もうこれちょっと収益化する予定ないんで、まあ戻すと。あれこれ戻し方ってどうやったっけあ、まあ戻すときはあれか。 えっと、ここだ。普通に自分の、この、普通のページからもういけるんで、基本情報。まあ、ここでね、書きたいこと書くと。で、えー、横に収益の受け取り。ここで広告外す。で、適用を外して。あと、詳細ね、えー、コメントを許可するとか、いろいろあるんですけど、これはまあね、えー、そういうことで。えっ、ー、と、収益の受け取りをね、えー、ここで管理すると。こうすることでね、えー、っと、あのー、 管理ね。収益の管理をすることができます。この、こえー、一つの動画をね。では次はね、えっ、ー、と、アップの仕方っていうのを見ていきましょうかね。アップの仕方はね、何パターンかあるんですよね。えっ、ー、と、例えばね、こう、自撮り、えー。そうですね。普通にあのデジタルカメラとかね、iPhone とかをお持ちだと思うんですけど、そういったもので撮影したときに、まあ、例えばですけど、SD カードを SD カードを手元にあると。で、えっ、ー、と、自分のお、あのー、パソコンに読み込ませて、例えばね、このページ、ありますよね、YouTube のページ。たはまた別に、ね、この辺、デスクトップに、こう、例えば、えっ、ー、と、まあ、これは動画じゃないですけど、まあ、例えばね、このスクリーンショット、これありますよね。じゃこれが動画のファイルとしますよね。ここにファイルを置いて、で、ここアップロードアップロードのページを持ってきて、ここをね、こう持ってくるんですよ。 するだけでね、そうするだけでアップロードが始まるんですよ。で、あとは編集とかはね、ここではなかなか、まあ動画エディターとかあるんでできるんですけど、えー、できればね、ここに持っていく前にね、編集した方がいいんですよ。なので、私とかだと iMovie とかいうね、えー、こういった、ちょっとあれかな透明で見えないかな ?iMovie という Mac のね、編集ソフトがあるんで、それで、 えー、作ったのをね、その iMovie から直接、ここを直接こう持ってくるんじゃなくてね、iMovie で、えー、と YouTube にアップしますかっていうボタンがあるんで、そこポチッと押せばアップされるんですよ。で、アップされたらさっきの、えー、ここに反映されるんで、ここにね、次の、次の動画が入るんで、で、ここでまあ収益化するかどうかを決めると。 なんでね、えっ、ー、と、どういった感じで、こう、持っていくか ?iMovie じゃなくて、えっ、ー、と、Windows で使ってる人も、Windows メディアプレイヤーでしたっけなんかあのー、なんかこう、くねくねしたファイルみたいなのがあるんですけどあ、そのアイコンがね。で、それで編集するとカットしたり。えっ、ー、と、iMovie の方がね、結構おしゃれには作れますね。おしゃれに作れて動画の中に動画が埋め込んだりね、できるんですけど、 えっと、Windows の場合はね、こう切り取ったり、あとは倍速にしたりとかね、そういったことができるようですね。はい、じゃあ、えー、まあそんなとこで、えっ、ー、と、それぞれのね、違いっていうものがあります。あとはね、えっ、ー、と、割とね、最近、私の動画綺麗直自家撮りじゃなくてね、綺麗に撮ってると思うんですけど、これはね、えー、ロイロレコーダーっていうものをつ使ってたりしてるんですよ。 ちょっとこれ開こうかな。じゃあ今ね、えっ、ー、と、Mac、このパソコン Mac なんですけど、Windows をね、今起動してます。えー、これはね、VMWare Fusion つって仮想ツール。ちょっとこの辺教えるとめんどくさいんで、私これでパス、あの、ノート PC じゃドラクエをやってるんですけど、えっ、ー、と、このドラクエでね、画面 Windows 開いて、この、ロイロレコーダー、ロイロゲームレコーダーっていうものを開くとですね、 これが動画キャプチャーになりますで。これがね。で、これオンオフすれば、あの、今開いてないですけど、ドラクエの画面をこの辺に開いてね。で、これオンオフするだけでね、えー、動画が撮れちゃいます。で、動画が撮れたら、えっ、ー、と、えっ、ー、と、これですね、ムービーメーカーか。ムービーメーカーというものを利用して、これね。 で、編集するとカットしたり、倍速したりとかね。やって、そっからムービーメーカーから、えー、っと、直接、まあ、例えば開きますよね、ムービー。ここにね、YouTube のほら、ボタンがあるんですよ。共有っていうボタンがね。で、これを押すことで YouTube に、あのー、勝手にっていうかね、アップできるんですよ。で、アップされたものが、まあ、ここにやってくると。で、収益化するかどうかを決めると。 いうような感じですね。で、収益化されてどうやってね、元気になるかと言ったら、Google AdSense っていうものに確か登録しないといけないんですよね。ちょっと恥ずかしいんですけど、僕の先月の稼ぎみたいなのがバッて出てて、3万ぐらいかな。先月は動画とブログね、ちょっとね、全然、あの、最近サボりまくりで。これはね、えっ、ー、と、ドラクエの方だけですね、の方の、まあ、あの、の Gmail を作ってるんで、また別でね、えっ、ー、と、私の本業みたいな方でね、 何個かブログ持ってるんで、そっちの方じゃまた別のメールアドレスに対して、あの、Google AddSense を貼ってるんですけど、ドラクエだとこんなもんかな。3万、先月が3万ぐらいかな。で、あとはこの辺がね、えー、なんだこれ。えー、どんな、あ、これ分析とかもね、一応 a d セ s e n s e はあんのかな。こういうのはあんま見せるとよく,ない <laughs> よくないかもしれないですけどね、めっちゃ個人情報なんで <laughs>、私の情報ではあるんでね。 まあ、あの、ブログはやる気がないと、あんまりね、収益化されてないんでね。動画の方がほとんどですね。まあ、全然、あの、真面目に貼り付けてないんでね、その辺が、ロに出てるんですけど、まあ、こんな感じです。まあ、これ見せていいのかなちょっとわかんないですけど、まあ、とりあえず、あの、エドさんのためにね、お見せしています。はい、じゃあ、大体わかりましたかね ?Google a d Sense まで作らないと収益化されないですよ。これで、一応、なんか、あの、あの、振り込まれると。 ここ書いてますよね3月25日に、えー、振り込まれましたと。だから、銀行口座見たら入ってるんでしょうね。3万ぐらいね。まあ、これがこんな感じかな。まあ、5万の時もあれば10万ぐらいの時もあって、まあ、サボるとね、1万、まあ、2万ぐらいかな。だったりするみたいですね。はい、じゃあ、まあ、こんな感じで、えっ、ー、と、動画のアップから現金化までの流れのお話でした。 はい、じゃあ,あ、見ていただいてね。えー、まあ、いろんなね、なんだこいつっていう人もいればね。あの、へえ、そんな世界があるんだっていう人もね、いたと思うんですけど、まあね、参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。